演武開演。どうも、本日はこちらの生酵素というサプリメントを飲んでみたいと思います。こちらが中身でした。生酵素付属している成分によると、このような中身にはこのような解説がなされています。他にも種類があるみたいですね。では飲んでみます。なぜそこまで強調するのですか？やっぱりサプリメントなので味というようなものはありませんが、これなら持ち運びもしやすいし、続けやすいし、酵素のドリンクだと味があって苦手という方にもおすすめできると思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。さあ頑張る。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。